バフタング一世ゴルガサリマイナス -502 年はカルトリのイベリア王国の第32代イベリア王である。バフタング一世は長い間サーサーン家勢力と対抗するために東ローマ帝国と同盟を組んでいたがバフタング一世がサーサーン家に敗北したためイベリア王国は弱体化し東ローマ帝国と共に不幸な運命を歩んだ。しかしながらバフタング一世は 伝統によれば、グルジア正教会の再建や、現在のサカルトベロの首都であるトビリ氏を創設したという功績もある。バフタング一世の在位期間は、諸説ある。歴史家のイバネジャワヒシュビリは449年502年だろうと、提唱しているが、シリル・トーマノーフは447年522年だろうと、指摘している。トーマノフは、バフタング一世を、 プロコピオスのユスティニアヌスの戦争で有名なイベリアオーグアラム一世に重ね合わせている。バフタング一世は中世の頃にはすでにジョージア氏の中で人気な歴史上の人物の一人となっていた。バフタング一世は死後グルジア正教会の劣勢が認められ、神聖神義王バフタング一世の名を授かった。ライフオブバクトングゴーゴッサーリーによると、 バフタング一世はイラン語のバラズホスロブタンとして生誕し、後にカルトリ語の名前であるバフタングの名を授かった。バフタングとはイラン語のウォークスタンから派生していると考えられており、古代サカルトベロの狼数拝に由来する。13世紀の後半にもなると、多くのサカルトベロの王や王子がバフタングの名をもらった。バフタング一世統治時代のイベリア王国の 最大領域ライフオブバクトングゴーゴスサーリーの他にバフタング一世のことについて記述している資料はごくわずかである。LVG によるとバフタングは7歳の時にミフルダトゴセイの後を継いだとされている。バフタング一世の母はキリスト教に改修したペルシア人のサグルフトでバフタング一世が成人になる前は摂政の地位についた。バフタング一世の少年時代、 イベリア王国は存続の危機に立たされており、サーサーアン・アサによるゾロアスターか、北からのオセット人襲来に悩まされていた。プリスクスはとりわけオセット人襲来は、フンジンがカスピの門を通ってサカルトベルを襲撃していたことを示す証拠になっているかもしれないと言及している。バフタング一世は16歳の時にオセット人に報復することに成功し、 囚われのみであった彼の姉であるミランドフトを解放した。19歳の時に、バフタング一世は、ホルミズド三世の娘であるバレンドフトと結婚した。サーサーアンアサペルシアの火をめとったため、バフタング一世は、サーサーアンアサに従属することになる。結婚して間もなく岐阜のホルミズド三世の要請により、バフタング一世は、ベイローズ一世と共に、エフタルへの信仰や、 ローマ・ペルシア戦争の472年の戦闘ためにインドへ赴いた。結果バフタング一世はコーカサス山脈を征服したことにより北方国境を確保し、さらに西コーカサス地方のコルキスト・アブハジア州に入れた。現在は廃墟と化したウジャルマ要塞だが、バフタング一世の地世時代ではイベリア王国の本拠地として利用されていた。当初イベリア王国は、 サーサーアン・アサに従属していたが、度重なる侵略に憤慨した、バフタング・一世は、ペルシア王女のバレンドフトと離婚した。その後王権強化を試みた、バフタング・一世は、東ローマ帝国皇帝のゼノンの娘とされるエレーナと再婚し、見事コンスタンティノープルから、イベリア王国教会長に任命され、ムツヘタで監督を担った。親ローマ政策を進めていく。 バフタング一世であったが、482年ついに、イランとの亀裂が深まった決定的な事件が起きた。バフタング一世は、側近の家臣であるバルスケンとビザクシュを、ゾロアスター教に改修し、彼らのキリスト教徒の妻の、主者肉を殺害したとして極刑にしたのである。このバフタング一世の行いが、サーサーン朝の激輪に触れてしまい、彼は、サーサーアン朝と対立することとなった。 そこで、バフタング一世は、アルメニアの王子と粉人に同盟を要請し、ハンペル社反乱を指揮した。483年と484年にサーサーアン・アサが、イベリア王国へ略奪をしに遠征に行くも、サーサーアン・アサのペイローズは484年に戦死し、コーカサスに平和が訪れた。イベリア王国の勝利へと終わると、バフタング一世は王を、改めて宣言した。 サーサーアン・アサに勝利したバフタング・一世は、すでにイラン人の建てた集落に新たにティフリスという町を創設した。これが現在のトビリ市であり、ティフリスはバフタング・一世の遺言に従った息子の立ちによって後にムツヘタから遷都され、イベリア王国の首都となる。イランとローマの100年間の平和期間が終了すると、サーサーアン・アサのカワード・一世は、 バフタング一世を召喚し、対ローマ戦争で共闘するよう要求したが、バフタング一世はこれを拒否したため、イベリア王国はまたもやサーサーアン朝アの怒りを買った。そのため、バフタング一世は60歳を過ぎても、戦争や亡命に、人生の晩期を過ごした。その間、ローマに援助を求めてみたりもしたが無駄だった。正確なことは、年代記でもはっきりとしていないが、518年までには、 サーサーアン・アサの総督が、現在のトビリシのある場所に、ティフリスという村をカルトリの伝統に従って、創設したと言われている。LVG によると、バフタング一世は、イランと戦っている途中で裏切り者の奴隷の手によって、脇の下の鎧の脆い部分を親でいられて戦死したと伝えられている。負傷した、バフタング一世は、ウジャルマ要塞へと運ばれたが後に、そこで死亡し、 むつヘタのすべちつくほべり大聖堂に埋葬された。しかし、彼がいつ死亡したかは前日の通り諸説ある。LVD によれば、バフタング一世には三人の子息がいた。イラン人のバレンドフトとの間に設けた、後に、バフタング一世の後を継いだ長男のダチと、再婚相手のローマ人女性エレーヌとの間に設けた、レオンとミフルダとである。バフタング一世が、 ウジャルマ要塞で死亡する前、彼は、息子の立ちとカルトリの人々に遺言を残していた。バフタング一世は同様に、東ローマ帝国とのつながりを大切にするよう伝えた。トビリ市にある、バフタング一世像、ツベチツクホベリ大聖堂にある、バフタング一世の墓二重裏利紙兵の裏側に、描かれた、バフタング一世像2016年2月1日より発行されている。 二十ラリ新札バフタング一世は、中世の頃には、サカルトベロの偉人を祀る言動に、国の英雄として奉仕されたと言われている。また彼は、トビリシを含めていくつかの町や城塞、修道院を創設したと信じられており、トビリシには、彼の名前のついた通りや広場もある。トビリシ創設について言えば、このような伝説が存在する、ある日バフタング一世が狩りをしていると、 彼のハヤブサが傷ついたキジを捕まえてきた。その後王が歩いていると突然彼のハヤブサとキジが水の中に落ち死んでしまった。王が確認するとそこには茹で上がったハヤブサとキジと温かい水、つまり温泉があった。その後バフタング一世はイベリア王国の首都をムツヘタからアバのツバニのある場所に遷とし、その場所は ジョージア語で、暖かい、暖かい場所を意味するトビリシという名前が付けられた。1967年には彫刻家のエルグチャ・ダビティスでアマシュケリの設計の下バフタング一世を称えるバフタング一世遺像が、トビリシ旧市街の油張りにあるメテヒ境界敷地内のメテヒ岩の台座の上に混流され、今もなおトビリシを象徴している建造物である。 サカルトベロの歴史家であるイラクリジ自シュ入りは、バフタング一世像について、このような評価をしている。バフタング一世は二十裏リ紙幣の診察の裏面に描かれており、紙幣には他にもナリから要塞やトビリシ旧止がい18世紀に書かれたトビリシの古地図が他にも印刷されている。他にもサカルトベロで、最も等級の高い軍隊勲章であるバフタング。 ゴルガサリ勲章が1992年に制定されたバフタング一世ジョージア人名治典ありがとうございます。